聴ありがとうございます。つくもの坂田です。よろしくお願いします。昨日の動画はアキネータークイズでしたね。皆さん見ていただきましたかね。まあ、ハヤトが思い浮かんでるブランドを僕が質問して当てていくというようなね、クイズさせてもらったんですけど、あれね、靴好き同士とかの飲み会でぜひね、やってみてほしいですね。あれ流行ったら面白いなと思います。でこれでね、一ついいところはですね、まあ、彼女にこれをやった時に彼女がなんか好きなブランドを思い浮かべてって言ってこうゲーム感覚で教えてもらうことによって次のねプレゼントの時とかにね、まあ参考になるんじゃないかなっていうふうに思ってますんで、ぜひやってみてください。で今回やっていくのはですね、スコッチグレイン1年レビューやっていこうと思います。まずはね靴を見てください。はい、こんな感じですね。スコッチグレインこんな感じになっております。これは確かそごう・西武との、コラボグッズだったと思います。はい、いいっすよこれ。革質はねめちゃくちゃいいなと思ってたんですね。まあでもねちょっといろいろとね残念なところもあったのでね、ちょっとその後はね、このそのあたりはねこの後言葉で説明していこうと思います。はい、でこのスコッチグレイの靴との出会いからまずお話ししていくんですけれども、僕がですね、社会人新卒1年目ですよね。だから社会人になって、ちょっとした頃3ヶ月半年ぐらい経った頃ですかね、まあ、やっと自分も仕事に慣れてきたというか落ち着いてきた頃にですね、買った靴になります。だから自分で買ったんですよこれは。はい、で、すごく気に入ってね、靴磨きもちゃんと自分でして、綺麗に綺麗に履いていましたと。で、ですね、まあ、靴磨き職人にね、その後僕はなるんですけれども、そのなった時に、やっぱり、自分の技術とか自分の流派だけの技術を理解していてもちょっと先はないんじゃないかなと、そのレベルアップできないんじゃないかなっていうふうに思ってですね、いろんな靴磨き屋さんにこう目に留まった靴磨き屋さんにね依頼するその実験用の靴としてこの靴を扱ったんですね。はい、でこの靴ですね、そうなってから僕は一切履かなくなりまして、まあ、何が起きたかというと銀面がねめちゃくちゃ荒れたんですよ。はい、でまあこれはもうねちょっと見てもらった方が分かるかな。でも今ちょっと埋まっちゃってるとは思うんですが、白くホツホツってなってんのって分かりますかね。ちょっと映像だと分かりづらいかなと思うんですけど、白いホツホツホツっていうのがあると思うんですね。これは皮が毛羽立っちゃってるというか、ささくれまでいかないんですけど、まあ突起がねこうポコポコポコってなっちゃってて、その上に無理やりこうワックスを乗せようとするとああいう白いのができちゃうんですよ。はい、でですね、まあ、これはね、すごく僕の中では衝撃で、靴磨き職人にお願いしたら綺麗になるの当たり前って思ってお客さんはもちろん依頼してるわけじゃないですか。で、なんか、あれと、靴磨きその目の前でやってくれる方もいらっしゃるんですけれども、あれなんか俺の流派と全然違うぞと。で、考え方が真逆だなっていうふうに思ったんですね。で、僕らの流派、まあ、大元をたどればね、僕会ったことはないんですけど、大元をたどれば、千葉スペシャルさんのね、千葉さんの流派に、なると思う。そっからもうね、めちゃくちゃ派生してるんですよ、流派っていうのは。なので、もう全然関係ないんですよ、正直。僕と、千葉さんはね。はい。で、まあ、その千葉さんの弟子の弟子の弟子なんですけど、その、ぐらいで言うと、数で言うとね、なんですけど、そのね、人たちのね、まあ、一貫してその人たちはね、ワックス薄塗りなんですよ。で薄塗りで、ピカッと仕上げると。で、ピカッと仕上げるのも、そのギラギラというね、ギラついた感じではなくて、なんて言うんだろうな、クリアな光っていうんですかね。言葉にするとすごく正直難しいんですけど、クリアな光をね、こう目指してる流派なんじゃないかなというふうに僕は感じてるんですね。で、実際僕の一個上、直属の師匠ですね。一個上の台というんですかね。直属の師匠の靴磨きはですね、もう半端じゃないんですよ、正直。あの人以上に靴磨き上手い人僕見たことないんですよね。はい。で、早いし、綺麗だし、正確だし、みたいな。もう僕はまだまだ叶わないななんて思ってるんですけど、まあその人はね、ちょっとメディア嫌いの人でね、こういうところで話すると怒られちゃうかもしれないんで、あんま詳しいことは言えないんですけど、はい。でね、その人のね、磨きがすごくね、こう分かりやすいんですけど、トゥルッとしたね、こうクリアな磨き、そしてこう、なんていうの、無駄のない磨きっていうんですかね。まあそういうのがね、すごく特徴的なんですね。で、この靴をね、依頼した、どこに依頼したかはあえて言わないんですけれども、まあ現代っぽい靴磨き屋さんですよね。とか、まあ、あとはなんかイベントとかにね、出てた方々とかにもね、依頼させていただいたこと何回かあるんですけれども、その時はね、もう、ワックスを、
あこれでもかってぐらい塗るんですよね。塗って毛穴に押し込んで最終的になんかもう皮は全部埋まってて、もうワックスの層を最後磨いて、結構分厚い層なんです、それがを磨いてツルッとさせると、まあ簡単に言ったらそういう磨きが多かったですと。で僕らはあの布でねフィニッシングするんですけども、あのクリームをねブラシでバーッとやるだけだったりとかね、本当にいろいろなアプローチがあるんだなって勉強させてもらった靴なんですよね。で、まあどっちがいい悪いとかはあの好みだと思うんで関係ないんですけれども、あまりにもワックスを分厚く硬く塗られちゃったので、それを次の人に持っていくじゃないですか。僕これ磨かないんで、もうあのいろんな人に磨いてもらうようなんで僕磨かないんですよ。次の人に持ってった時に結構、まあだから界面活性剤ですよね、まあ簡単に言ったらリムーバーですよね、が入っているもので結構ゴシゴシやらないと取れない状態にまずなってましたと。で、まあ、ゴシ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 やっていくにつれてどんどん銀面が荒れちゃって銀面浮きみたいな感じになっちゃってると、まあそういった靴ですね。今だから不遇のなんか状態なんですけどね。はい。で僕はそうなってから一切履かなくなっちゃいましたね。やっぱりこう僕が求めてる靴磨きとはちょっと違ったのかなと。であのこれ言うとね、なんか僕がアンチしてるみたいな感じで思われるかもしれないんですけれども、そうじゃなくてですね、靴磨きっていう観点では僕の方が多分間違ってるんですよ。あのただその場で靴をひたすらに綺麗に見せるっていう、その一過性のものであれば多分僕じゃない方が上手いと思うんですね。まあそうですよね。あのもうその場だから、もうもろ刃の剣みたいな感じのアプローチでいいんであれば、まあ正直僕もそれをやろうともできますけれども、そういうやり方もあるのかなっていうふうに思うんですよ。なんですけど、こうシューケアっていう意味で考えた時に、長い目を持って靴の状態をいいまま保とうねと、状態をいいまま保ってそれをエイジングにこう発展させていこうねみたいな考え方の靴磨きとはちょっと違ったのかなと思いましたね。なので分かりやすく言葉を分けるんであれば、これは靴磨きの実験台だったわけですよね。で僕がやってるのはシューケアだったというようなところの違いはあるのかなと思います。でさらに言うと、あのワックスってめちゃくちゃ厚く塗ろうと思えばいくらでも厚く塗れると思うんですね。まあ溶かしきるの結構大変なんですけど、やろうと思えばまあできるわけですよ。でやった時にどうなるかっていうと、すごくね、あのキウイの缶のねワックスを使ったことある方だったら分かると思うんですけど、すっごいギラついた光になるんですよね。キラキラの光になるんですよ。でそれを、まあ、どのワックスでも厚く塗ればそうなる、そっちに近づくんですよね。で逆に薄く塗れば塗るほどなんかツルッとしたね、なんて言うんだろうな、あれはすごくねこう透明感がある光になるんですね。はい。なので、まあ、そういったところをね、どっちが好きかだと思います。そこはもうほんと好みの話だと思います。なのでね、まあ、そのあたりはちょっとこう勉強させてもらったなっていう靴ですかね。はい。でデザインはね、茶色のストレートチップっていうところもあって、すごくね、シンプルでね、僕は履き心地も良かったです。なんですけど、なんでかわかんないんですけど、僕足の形がね、だいぶ変わったんですよ。多分なんだけど、よく歩くようになって変わったのかななんて思ったんですけど、すごくね、足がね、平べったくなったんですよね、ちょっと簡単に言ったら。そんなに変わんないです。ほんと多分 0.5 センチぐらい横に伸びたんですよ、僕、一時期。で、この靴ちょっと足合わないなってこともあって履いてなかったっていうのもありますね。結構ぴったりめに買ってたんでね。はい。なんですけど、革質で言うと、よう耐えたなって感じですね、その磨きに。よう耐えて今まだこの状態で残ってるっていうのは、元々の革のタフネスさが半端じゃないんだなっていうのは逆に分かって、スコッチグレインを見直したエピソードでもあるんですよね。なので靴自体のレビューっていう風に戻るんですけども、靴自体のレビューで言うとこの靴めちゃくちゃおすすめです。スコッチグレインって本当にね、ピンキリというか、まあピンキリって言い方悪いけども、価格によってだいぶクオリティが変わるのかなっていう風に思っていて、これはね3万5000から4万円ぐらいのグレードだったと思うんですけど、ごめんなさい、もうこれねだいぶ前、5年ぐらい前の話なんで、ちょっと正確な値段覚えてないんですけど、そのぐらいのものだったかなと思うんですが、まあそれがなんかセールかなんかでちょっと安くなってたんですよね、確か僕が買った時は。だから余計ややこしいな、どんぐらいだったかちょっと覚えてないんですけど、まあまあでもそのぐらいで買えますと。でそのぐらいのやつだっていいですけど、2万円台のものとかになるとだいぶこう、革本来のものっていうよりも加工した革になってくるので、革
靴として革が好きで履きたいっていう人にはこうおすすめできないんですけど、そのちょっと上のグレードだと結構革々しいというかね、ナチュラルレザーにだいぶ近い形で売ってたりするので、そのあたりはおすすめできるかなと思います。でさらに作りなんですけど、なんかスコッチグレーの純正のソールとかにすごいこだわりがある人とかっていると思うんですけど、正直僕は純正のソールってめちゃくちゃクオリティ高いかというとそうではないと思っていて、その自分のライフスタイルに合ったソール選びをするべきなのかなというふうに思ってるんですけど、スコッチグレーのこれはなかなか僕のライフスタイルに合っていたので、結構長持ちしておりますと。はい。でラバーソールなんですね。はい、これラバーソールなんですよ。でね、かかとトップリフトもラバーで、でね、このね、ラバーソールが優秀だったなっていう風に思いますね。あんまりこう削れていかない。このね、ラバーソールすごい優秀でした。で、これはなんかそごうとなんかコラボしたやつにしか貼ってないみたいなことを言ってたような気がします。店員さんが。なんだけどやっぱかかとはね、結構削れますよね。これはもうあの普通のスコッチグレーのあのかかとのやつですね。よくある、よく見るやつですけど、まあここは結構削れて。で、つま先もね、だいぶあの僕が突っかけて歩くような感じなんでね。あの削れちゃってます。なんですけどあのステッチ切れてるんですけど、よく見たら分かると思うんですね。ステッチ切れてるんですけど全然剥がれてくることもないですし、まあこんなんじゃね、もともと剥がれるような作りじゃないんですけど、革靴っていうのは。なんですけど、まあそういったところも考えるとね、結構ね、頑丈に作られてるなと。やっぱ国産すごいなっていう、国産クオリティってやっぱりすごいなって思った、靴でしたね。素晴らしい靴かなと思います。作りはもう文句ないですね。で革質だけでね言うとね、正直超高級な革質に比べたら空見劣りしますけれども、全然悪くないかなっていうふうに思います。でさらに靴磨きね、初心者で始めたいよっていう方にはこういう靴が結構おすすめです。はい、ではね、最後に点数をつけなければいけないんですけれどもね、まあデザインとか TPO とか、革質であったり作りですね、そういったところをね、総合的に加味して点数をつけさせていただきますと75点。はい、今回はちょっと最低点数になってしまいましたが、これはですね、この靴だけの評価ではありません。今の状態をこれ評価しているので、これ僕がずっとケアしてたら多分80点から85点ぐらいのクオリティは保てたのかなというふうに思いますね。はい、まあそう考えるとですね、革靴のケアっていうのはね、誰にお願いするかっていうのは大切ですし、自分でやる場合もね、どういうケアをするかっていうのはすごく大切かなと思いますね。本当に寿命がね、全然違くなっちゃいますしね、気に入ってなかったら結局履かなくなっちゃいますから、気に入ったエイジングをさせていかなきゃいけないわけですよね。はい。なのでね、YouTube 限定でね、僕革製品の、メンテナンスサービスやってるんですけれども、そのね、クーポンを下に貼り付けておいてますので、ぜひね、この動画をきっかけにね、クーポンを使って安くケアしてみてください。はい。まあ、そんな感じでね、今回の動画は以上になるんですけれども、明日はですね、つくもメンバーがですね、めちゃくちゃ面白いブランドを見つけて、もうコスパ最強バッグと言っても過言じゃない最高のねものを見つけたのでね、ぜひ明日の動画見てほしい。 あのね今回の動画よりも明日の動画の方が情報としては実りがあると思います。皆さんに今回はねスコッチグレインだけの話なんですけど、明日はね、こういろんなブランドの中でこれおすすめだよみたいな言い方というか、動画になるので、ぜひね見ていただければなと思います。では今回の動画は以上です。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。革のメンテナンスサービスつくもやってます。月々3000円で2アイテムまで。長期的なメンテナンスで革質の改善を一緒に目指しましょう。丸洗いなどもご相談ください。詳細は概要欄に。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。